こんにちは、野球雲チャンネルの時間です。編集長の武田幸治です。お相手ライター編集担当、円尺でございます。こんにちは。なんか今日は、あ浮かれてますね。そういつも浮かれて。いつも浮かれて。るそんな編集長。でございますけれども、今日のテーマ。プロ野球史上四連覇した球団。そうです。実はですね。まあ、あの比較的野球雲の。 ブログのコンテンツでもアクセスの多いネタなんですが、はい、え5月にですね、はい、えこういうあのシーズンがちょっと始まった頃に、うん、まあ広島が当時ねスタートダッシュをしてて、はい、覚えてないですね <laughs> <laughs> ほら何か何連勝かしたじゃないですか,あなんか3連勝ぐらいしてました、ねうん、なんかこう強かったり弱かったりで<う>で内間の頃は良かったんですよそうだね、はい 本当だセ・リーグに関してはちょっと5月から6月の記憶がないのでよく分かりませんそういう人たくさんいるらしいわ今年は <laughs> 本<当>に <laughs> 周りに結構いるもんねまあなちょっと脱線しますけど、うん、15連敗を超えると笑えてきますが、うん、間違いない僕ね12連敗で笑えるような気がする12はね、はいえー、まだこの世をはからんでましたねあ逆にこうどん底なっそう1213あたりは ああ明日が来ることが嫌だなってまだ思って十、うん、15超えるともっと濃い、うん、なんかねんかそう確かねあの私も15連敗あの燕さんがした時に、はい、あこれ狙ってんのかなみたいな、ね、ちょっと逆説的ね逆にね感じましたねもう本当に今日の本水が全部外れた話ですけどいやいやだけどこれね実はこういうことは大事で大事ですねだからその広島も、はい 今、ちょっとね、まあ、そこ上がってきたけど、うん、まあ、アップダウンだよね、うん、で、まあその、そんなにすごいアップダウンになる前ぐらいに、ちょっとやっぱり、大体、うん、いいシーズン始まる前、広島がいけるんじゃないかみたいな、うん、いくら丸が抜けたとはいえ、うん、ってなったじゃないですか、はいはい、また開けてみたら、まあ、っていうのはあるんだけど、うん、で、まあ、3連覇ってね、結構あるんですよ、うん、日本のそのプロ野球で。連て っちょとねその時に思ってだって今年広島4連覇を狙ってたわけだから数えてみたらねやってるチームめっちゃ少ないねズバリど巨人と西武と阪急だけなんか巨人とはかりますね強かったじゃあここ強いなってピンポイントで分かるんですけど阪急いつそんな強かったのちょっと調べると V9 当時なんですよ。 あそうなんじゃなくてごめんなさい V9 終わって長嶋巨人になった頃だから小1975年から78年 <laughs> ギリギリ4年連続やったんですよあまあエース山田そうですああバッター福本山田久志さんが3年連続 MVP で打線もすごかったのね、はい、福本さんもいて、うん、長池さんもいた長池さんはねちょっとその頃は少しむしろ加藤英治<う>島谷とか えー、マルカーノとかだからミノダさんが入るからグループだな、うん、だから結構もうねがっちりいっちゃってピッチャーがやっぱりねすごかったああなるほどね監督はちなみにそ上田監督上田俊治監督、うん、あ名監督ですねだからその前は3連覇とかやってるんだよねだから当時大体、うん、パ・リーグは昔は西鉄と南海と阪急で3連覇やって る感じでね、ああなるほどでセ・リーグはもうご存知のように巨人、まあ、巨人はねなんとまあ、えー、昭和20年代はギリギリやってないんだけど、はい、昭和30年から34年まで、うんえー、V5 や,、うん、やってんだでその後ご存知の<ー>昭和40年から48年に、はいうん V9、ね、の間に、うん、V9 をやられてる最中に死にたくなないですよね <laughs> <laughs> なんかいや心境としてはあのね、うん、この頃ってあの実は、うんえー、私ども野球部も神保町の古書店のビブリオさんと仲良くやらせていただいてるんですが、はいはい、ビブリオさんによると、はい、V9 って、うん、巨人ファンだけしか盛り上がってない感じで。 実は観客動員数も良くなくてで,でベースボール週間ベースボールもあんまり売れてないんですよ<ー>むしろ長嶋さんが引退してからのが売れてる75年からねでそこからやっぱりドラフトの効果が出てきて、はい、連覇が難しくなってくんだよね、うん、ああそうかそうかパワーバランスそうだから広島なりだから全部、うん、でその次にまあ西武がねご存知のように平成、うん 昭和から平成にかけてん、ね、5連覇4連覇したり、うん、まあすごい強いわけですよ7年除いてあれですもんね、うん、そこを優勝してれば V10 ぐらいそうそうそう,そうでね、はい、えっと57年から、うん、まあ平成7年だから1982年から、はいえー、94年ぐらいまで、はい、で 何しろその間に阪急と近鉄だけが1回優勝してあと全部西武なんだよね。うん、12345、ね、やってみてそ,でそのうち平成2年から6年90年から9年が V5、はい、で大体この,この時もね阪急と西武と近鉄さんがちょこっと強くなったり、うん、でオリックス。うん 今、強いホークスが全く顔を出してないと。田淵監督とかのそうそう。で、だからやっぱりその後三3連覇してるチームはセ・リーグだと巨人が2007年から2009年また巨人が2012年から2014年。原政権ですね 今最近201618が広島と覚えてなかったなだからね難しいんですよ結局4連覇してるってなかなかね結局プロ野球の最盛期その球団の今ドラフトという制度がある以上4連覇するっていうのはもうほとんど厳しいじゃあなぜ西武があの時できたかっていうと セーバー逆に今思うと最先端行ってると思わないですか<ー>選手を育てるっていうことで,、ね、で根本さんという村技というかだって伊藤監督伊藤勉さんとか石毛とか、うん、あの辺の当時の西武王国を作った時の人たちってみんななんかこう、うん、監督ななってますよ、ね、なんだろううまく言えないけど、うん、囲い込んだじゃない。あー そそううかかドラフト外の選手とかもねでプリンスホテルていうがあるんだとだから本当にですよだから巨人は逆に皆さんセ・リーグの方は強すぎて嫌だっていうけど正攻法でねだから悪役をやらせるとすごくアメリカのハリウッド映画の悪役みたいなシンプルさが分かりやすいそうだけど西武とかあの辺は分かりにくい だから俺年、あ,<ー>あの平成で5連覇なんかやっちゃったと思うよね。うんうん、そう思うと、すごく政治的な駆け引きがないと、もう今の時代、4連覇以上できないんじゃないかと。政治的な駆け引きがあっても4連覇してほしいですけど、でもね、ひいには。だけど、<laughs> まあもちろんね、そうだけど、こう歴史を見てると、全体的に見るとね、つまんないんだよね。うん、そうすかいや、<laughs> 一番政治的な駆け引きがないチームを応援してるんで、ちょっとあれですけどね。 あのね、あの神宮のあるチームはね、どうだったの、野村監督の時だって、はい、あれは1年おきですよね、えー、92年と93年が連覇で、だ連覇するチームっていうのも、本当、うん、すごいと思う確かに非常にやっぱり、あのチームバランスというか、うん、その長いこと、要は90年代の10年間、同じ選手がずっといたみたいな、うんで、入れ替え少ないですよね、やっぱああいう強い時期って。 だから逆に、その、うん、とです選手が古田、うんね、象徴としてはやっぱフルタ選手ですねそうだよねそういう意味ではこうすごく柱になる選手がピークとして行くのはやっぱり5年から10年だけどそこまで行ったらすごいよね、逆に言うとだから今回、広島が3連覇したのも、うんうん、やっぱり今思うと皆さんはご存知のようにマールさんが。 巨人に行ったっていうのはバランスが崩れたんだろうね,そう,ねそういうことですね今またそれでね、うん、FA の移籍先が巨人で、うん、巨人が首位を走ってますから、うん、今のところねこれでこのままねシーズンが終われば、うん、やっぱりこの FA は大成功だとそうすると MVP はやっぱり丸坂本まあ坂本選手じゃないですか今年に限ってはだから逆に言うとそういう野球の,その球団の派遣争いっていうのを見てみると、うんうん 球団の個性っていうのも見えるんじゃないかと。そうですね。だからきっとね皆さんねじゃあその V5 とか V9、うん、まあしたその強い時の、うん、誰がいたからできたんだっていうことを考えると面白いんじゃない。面白いですよね。だから V9 ってまあ自分レベルの知識でもやはり王長島っていうこの二大巨頭がいてで。 長嶋が衰え引退した年に V9 が途切れて、うん、その次の年には最下位になるわけでしょそうなんですよこのすってんころりんな感じはやっぱりああ一人の長嶋という選手は本当にだからすごいもうスーパースターが監督になる時って怖い、うん、怖いですよねだって自分がいないわけですもんね<う>グラウンドにはそう,もうでもないかだから最弱チームでも、うん、あの昭和30年1955、ね、年の太陽がはい 最強は藤井裕史って監督だったっ <laughs> だから兼任監督だけど、うん、兼任監督が故に規定打席にあんまり入ってなくて、うん、それでこうもうひっちゃかめっちゃかになったとだからやっぱりそういう意味では兼,兼任監督で、うん、まあまあよったら野村監督ですよおー何回のだけどあれもブレーザーというヘッドコーチが、はい、す,すごい来たからできただから お山の大将みたいいいにななっちゃいけないん,だ,よ、ね、んだから長島さんもきっとその後張本さん入れたりはい、はい、でもういろんな球団からのヘッドコーチというか指導者を入れて内閣を固めだから古田さんの場合はちょっとどうかこれから詳しくは分からないけど古田さん一人でやっちゃったのか、まあ、阪神の金本さんも最後そういう,こう浮いちゃうというか。えー あと兼任監督で言えば谷繁、県民、ね、監督ですね、まあ、やっぱり同じようなパターンでやっぱりキャッチャーの監督が、兼任監督が成功していて、うんえー、やらせると、おやっていうことになるのが平成の兼任監督のだからトレンドってあるから、例えば昔は三塁手の監督が多かったり、<ー>でピッチャーは。 成功しピッチャーでの監督は成功しないって言われながら、うん、金田さんとか<う>藤田さんとかあいあいで星野監督あいあいで一時はノムさんがすごかったからキャッチャーでの監督がいいって言われたら、うんうん、え結局成功したのってノムさんだけあ、梨田さんいるなとか田淵さんはちょっとね,ねだからそういう意味では極端だよね。<laughs> そうねうん、だから外野者は全然だめだなって野本さん言ってるけど、山本浩二とか、<う>あと、ね、まあ、秋山監督とかももちろん3連覇をした広島の監督も外野もしかしたらかん、まあ、野球部としてはこれから皆さんもねすぐ簡単にできるかもしれないけど、うん、監督をポジション別に分けたら、どういう傾向が出るかってす、ね、これ割とすぐ出せるかもしれないですけど、うん まあでもそういう中で、これってちなみに今回4連覇の話ですけど、はい、これ4連覇したチームは全部、監督はずっと同じだった、うん、そうですねすううあの西武だけはちょっと途中で、西武のん森さん森,です森さん、ほとんど森さんですね。やっぱりじゃあ、監督はずっとその人なんですね。やっぱり、なんだろうね、はまったっていうか、うそこがすごい難しいのが、あの森さんが。 5連覇4連覇しちゃうからやめて横浜に行ったらもうボロボロロじゃないですか。もうねあの森監督黒江ヘッドコーチですかあの時ね<え>ベンチがすごい暗くってね覚えてますよだからやっぱりその球団のカラーだからね面白いんですよ、うん、巨人の野球がすごい時代に、うん、まあ近鉄とかね、うん 行ったら千葉さんがだめだとかいろいろとね強いチームから弱いチームいったからじゃあ強くなるかっていう確率も調べてみると面白いよね太陽のね小葉監督そうです広島のねそう思うと三原監督とかね昔の水原監督っていうのはセ・リーグからパ・リーグ行ってパ・リーグからセ・リーグ行って特に三原監督は全部優勝して まあ最後、まあ、3回ね太、太陽で優勝してる、たまらんですねだから、西鉄での,その優勝監督としての凄さも、うん、だけどあの時稲尾、中西、豊田、大下と、もうすごい選手がいたけど、うん、よく太陽でね、わ、うん、からないですね、それも4連勝しましたから、<laughs> 日本シリーズで。すごいだから、そういう監督の質というのを、うんまあ、質っていったらると、キャラクターですよね。うん そういう意味ではそのチームの連覇とか、うん、勝てなかったっていうのをどう見ていくかっていうのは、うん、皆さん、これからね記録っていうのはそういう,ふうな見方も面白くなるんじゃないかとそれでね4連覇っていうのはどうなのかなっていうのでちょっとね見てみたわけですよ、うん、なるほどいやーまあ次4連覇のチームはいつ現れるか分かりませんけどどううでしょうかねねまあねだってソフトバンクが強いじゃないですか、うん、平成時代。うん 平成の後半そんな中でででもきないとソフトバンクは2連覇だよね3連覇ないですもんねそこに楽天とか日本ハムとか西武がいてしてそうな感じあるんですけどね戦力的には忘れた頃にロッテが来たりね忘れた頃に来るんですよねで今オリックスがね1996年からね頑張ろうコーベンジですからそうですよね だからやっぱりあとは、なかなか4連覇するとね他のファンがやっぱりね消える、うん、つまんなくなると思うね、うん、やっぱりこうどこも優勝例えばクライマックスシリーズも、うん、きっと皆さん3位まで入れば楽しいことがあるとかだけどいざ入ったら怖いじゃないですかままあまあ,まあそうですね、うんうん、私は昔、実は中日ファンだったんですけど怖かったです。 うん、優勝するのがだって日本シリーズ勝てないんだもんとか<ー>だからやっぱ優勝するそのファン心理って日本一になっないとっていう怖さもあるじゃない、はい、まあそうっすね、まあ、でも野球雲としては例えばね4連覇みたいなすごいチームが現れちゃって、うん、そういう、まあ、今の要はその。 野球が、ちょっと退屈を覚えた人にへ、うん、の受け皿みたいになるところもありますね、野球部も、や,やってることとしては。だって、そう、だから、<laughs> 巨人ファンじゃなかったから、うん、私は野球部のコンセプトってできたと思う、うん、なるほどね だって、勝ちはいいってんじゃないもん、うん、なんでこれ、こんなに弱いんだろうとか、なんでこの選手を使ってんだろうとか、そういう,こう、うん、なんていうんだろう、重箱の隅を突くようなことって、ね、野球って歴史があるからできるんですよ、うん、これがね、最近できたスポーツとかだと、データがなさだから話はまあ4連覇とか全然違いますけど、うん、まあ割と d n a も今、優勝が遠ざかってますが。うん まあ今年も良かったりして、うん、ここ近年すごいファンが増えてるとはい,はい、はい、なんですけどもやっぱり最近私も感じるのは d n a ファンのこらい性が全部こらえられなくなってるなあ<ー>まあつまり、新規のファンが増えていて、えー、今日の勝ち負けにすごい一喜一憂するようにはなってるなと、うん、なんですけど、うん、10年前の d n a ファンなんてもう一週間に一勝したら いい気分、うん、そういう状況だったじゃないですか地獄のようなあそこから見てる人って多分今の状況って奇跡に思えていて、うん、多分そんなになんていうんですかねあの一生したからいっぱいしたからじゃないと思うんですよねでそれもやっぱり歴史知ってるから、うん、横浜の歴史知ってるからそう,やっぱそういうふうな,なんていうんですかその土量の広い構え方ができるんであって <laughs> まあね あのー、やはり負け癖って言ったら変だけど、まあ、負け癖もありましたけけどね負けることに対する体勢というかそれはね、うん、僕はいやだけど、どんなに頑張って今の、ね、プロ野球で7割は勝率としていかないと思う、うん、7割って言ったらもう本当に、ね、強すぎるからだから今みたいに6割いくかとか、うん、そのくらいで競り合ってるからみんな優勝のチャンスがあるじゃない。うん、で例えばね 日本のいけないところは優勝しないとだけどアメリカって例えば優秀監督賞とかいう賞があった時にビリから3位に行ったからすごいとか結構細かく評価するんだよねだから今横浜だとラミネス監督はいろいろと作戦で奇抜な部分あるけどとりあえず歴代の。 横浜太陽の監督の中では3人目か3人目ですよ勝率5割超えてるってやっぱそう考えるとねすごいことですよいや3人ですよあの70年の歴史でだからっていうことはみんな1年2年で消えていく監督が多かったわけですよいやあすごい思いつきますねすごいたくさんいますもんねそうだからさっき言ってた藤井監督なんか1年で2割3部台で 監督歴終わわったわけですよその人はだってプロ野球第1号のホームラン打った名誉ある選手が終わり方がそういうふうになるってすごい残酷ですよ監督の成績2割3分うんあじゃああれですね7割7分勝たないと五割り分ならないそうですよ <laughs> だからあの村上選手の打率並みですよりさ、ね<ー>うんもねああいいじゃないですか彼らの打率は <laughs>、ね、だからねだ <laughs> からそういうふうに、ね やっぱりいろんな、ね、数字とか記憶とかそういうものをうまく楽しむことがまた野球のだから勝った負けただと本当に、ね、精神的に病むからそうですねまあだから。 その勝つ負けるって結構やっぱり大事だし、うん、それはもちろん。一番楽しいけどね。んなんだけど、それ以外にちょっと見るところを作ると、もっと野球って面白くなるよっていうことをずっと提示してるのが野球くもということで。そうざんす <laughs> <laughs> というところまとまりました、ね、<laughs> そうですね、まあ4連覇っていうのはもう、自分が生きてる間に見れるかどうかっていうのは、ね、だけど、その記録のためだけに見るのはちょっとね。2020年からスワローズがやります、4連覇。はい、ということで、はい、今日の野球雲もチャンネルはこれまで。<laughs> です。はい、チャンネル登録とかいう欄にメルマガ登録の理解がございます。まだの方登録よろしくお願いします。はい、次の動画をお楽しみに。さよなら。